アンドレイ・グリゴーリエヴィチ・クラフチェンコ30日から1963年10月18日はソ連の軍人ソ連邦英雄ロシア帝国ポルタバ州スリミン村出身1918年から赤軍に入り兵卒としてロシア内戦に従軍1923年ポルタバ軍事不評学校を卒業た後1925年に ソビエト連邦共産党に入党。1928年、MV フルンゼ名称軍事アカデミー卒業後、狙撃連隊参謀長。1930年から、レニングラード装甲戦車式要員完全化課程の戦術講師。1935年から、サラトフ装甲戦車学校に勤務。1939年5月から、狙撃師団後に、 自動車化狙撃士団の参謀長。冬戦争には、第173狙撃士団参謀長として従軍。1940年6月から1941年2月、第16戦車士団参謀長。1941年3月から第18、機械化軍団参謀長となり、独組戦を迎える。同年9月から第31、独立戦車旅団長となり、 モスクワの戦いに参加。1942年1月から3月、第61軍装甲戦車、機械化兵司令官。1942年3月から第1戦車、軍団参謀長。同年7月から第2戦車軍団長。同年9月から1944年1月まで、第4戦車軍団長。スターリングラード攻防戦において、第4戦車軍団は、 機動軍となり、1942年11月23日、ソビエツキー町で第4機械化軍団と合流し、スターリングラードの包囲網を完成させた。カストルナヤの戦い、クルスクの戦い、ドニエプルの戦い、ウクライナの解放の功績に対して、ソ連邦英雄の称号が授与された。1944年1月から終戦まで、第6戦車軍司令官となり、 コルスン包囲戦、ヤッシーイコールキシニョフ構成、ハンガリー、チェコスロバキア、オーストリアでの作戦に参加した。1945年夏、第6新鋭戦車軍はモンゴルに配置転換され、ザバイカル戦線に編入され、ソ連対日産戦に参加した。これにより、二つ目のソ連邦英雄称号が授与された。1947年6月から、 ザバイカル軍管区とソイバルト軍管区の装甲戦車、機械化兵司令官。1949年、高等軍事アカデミー付属学術課程を終了。1954年1月から1955年10月、戦車兵器担当局東軍管区司令官補佐官。第2期ソ連最高会議大議員。ソ連法英雄。霊人勲章2個、赤旗勲章4個、1等。 スボーロフ君賞2個、1等ボグダンフメリニツキー君賞、2等、スボーロフ君賞、2等、クトゥーゾフ君賞を受賞。ありがとうございます。